ループレヒトエリーザベトと夫ループレヒトの墓像。ループレヒトはローマ王、プファルツ先帝公、ビッテルスバッハ家出身。先帝公ループレヒト2世とシチリア王ピエトロ2世の娘、ベアトリーチェの三男。1347年まで定位にあったルートビヒ4世は、曽祖,祖父であるバイエルン皇権ライン級中派クルドルフ1世の弟であった。 1379年に、ローマ王ベンツェルに反発して、シュバーベント指導名に加盟。1398年に、父の死により選定公の一人である、プファルツ選定公となる。1400年に、ベンツェルが諸公によって廃された後、マインツ選定公、ケルン選定公、トリーヤ選定公の正解、諸公三人の後押しで、ローマ王に選ばれた。 しかしこのような経緯から、実験は正解諸行に握られていて、ループレヒト自身は貧しく日用品を商人に、用立てたり、寮内の鉱山を抵当に抑えられている、ありさまであった。権力強化を図り1401年に、ローマ教皇ボニハテウス旧制の体感を受けるために、イタリアに向かったが、進軍中に、軍資金が底を突き逃げ出す兵が続出した。イタリアの抵抗も、 大きいことが分かって1402年にイタリア行きを諦めて撤退し、退官を果たせなかった。即位に協力したマインツ選定校もループレヒトが、所領拡大を企て事業が脅かされると離反して、ループレヒト避難の先頭に立ち、1409年のピサ協会会議をループレヒトが否定したことで両者の対立は、決定的になった。マインツ選定校がフランスに接近。 ループレヒトも武力衝突を格作する中、1410年にループレヒトが死去して、対立は解消された。死後に、ベンツェルのイボテジギスムントと、いとこのヨープストが、ローマ王候補者に並び立ったが、翌1411年にヨープストが急死したためジギスムントが、ローマ王となり、後位の世襲はならなかった。1374年に、 公園、ソレルン家のニュルンベルク城白フリードリヒ五世の娘エリーザベトと結婚し、後南三上を設けた。創生した長男を除く4人の子は、プファルツ系ビッテルスバッハ家の主要な分子の祖となった。ナルセ、P345、十五、鈴本 P104、P105、セハラ、P207、P223、十三、鈴本 P135、P136、セハラ、 P224P228、ナルセ P376P377、鈴本 P135P136、セハラ P228P242、ありがとうございます。